2022年6月27日午後5時40分大岩山西公園に来ています。本当は天狗山に登ってこの天狗山のところに監視カメラを設置するということで今地面に穴が掘ってあるよと教わったので撮影に行こうと思ったんですけどちょうど雨が降ってきちゃったんで大岩の方に来て撮影しています。梅雨が明けて夏雲になった感じですね。実は通り雨が去っていったのでもしかして夕日で虹が出るんじゃないかなと思って追いかけてきたんですけど結局太陽の方に雲がかかってしまって虹が出るまではいかなかったですけどね。でもこのすごい積乱雲は撮影できてよかったなと思います。あれ真上が育ってきましたね。ここがここの雲が育ってますね。さあどうなるでしょう。もう少し時間を待ってみます。東の方で育っていた積乱雲は手前の雲で隠されてしまってよく見えなくなっちゃいましたね。上の方もだいぶ上まで上がったようですけどそんなに高くはないのかな。もうどっちみちこっちは見えないのでダメですね。この辺雲がちょっと丸い縁になってるんで危ない感じもしますけどどうでしょう。雲の縁が丸いところってこの積乱雲は結構危険な気がしますね。でもやっぱり一番はこれかな。北から伸びているこいつこれが背が高いですね。太陽の方向もなんか育ってる雲がちょっと見えますね。さっきから伸びては消え伸びては消えなんであまり大きくなってないようですけどこっちからも雷が聞こえるんですよね。ここで育っていたこれはもう消えてきましたね。これは終わりみたいです。あ、虹が出てきましたよ。ほら見えますかね。ここ虹が出てきましたね。追いかけてた時は見えなかったんですけど日の光がちょうどいい感じになってきましたかね。まあもう輪にはならないかな橋にはならないかなと思います。お、頭上が鳴り始めましたね。ここに来ないでくださいね。ん？やばいかなあれは。どうなんだ？端っこですけどね、ここ。撃たれたら終わりですね。今撮ってるのが私の遺作になってしまいますね。北の雲はだいぶ育ってますね。雷がひっきりなしになってます。まだ稲妻は見えません。
北からの雲が真上を越えてきましたね。でもこの上は薄いみたいです。積乱雲の端っこが伸びてるだけって感じですけどね。濃いのは北側、この山の向こう側の雲が相当やばそうですよ。向こう真っ暗になってますね。大岩山東公園まで行けば向こう側が見えるんですけど、どうかな。剣ヶ峰で遮られてる方かな。微妙ですね。雲が流れて東へ出てくればちょうどあの辺でピカピカ光る感じになると思うんですけど、これは微妙ですね。雷雲に突っ込んでいく飛行機、実際には雷雲を避けて飛んでるってことですね。ここが見えるから。雷雲を避けてトリプルセブンが行くって感じですね。左側にでかい入道雲が見えてるんじゃないでしょうか。あ、雲に入っちゃいましたね。見えなくなりました。あ、少し雲の切れ間から積乱雲が見えてますね、奥の。うわ、かなり活発な感じの雲ですね、あれ。こりゃ雷鳴るわ。ゴツゴツですね。西側もまた育ってきてますけど、どうかな。あれがちょっとごつい感じになってきましたね。下も暗いし、あれは雷さんできちゃうかもしれないですね。また上がねポワポワしてるんで、それほどでもないですけど、育ったらやばそうですね、あれも。1時間前からの雨雲、こんな感じですね。急に育ったのがこの現在地のすぐ北側にある栃木県って書いてある下にある赤いのがそうですね。これが危ないって言ってたやつですね。こっちへ来ないで、やはり東へ移動してますね、この雲で。ここ雷はどこで鳴ってるかっていうと、私のとこから北よりはもうだいぶ右へ流れましたね。東の方に流れてますね、雷さん。このバト一個一個が発雷ですね。雷がビカってガロゴロとなったとこです。こっちは大丈夫そうですね。音が聞こえてるだけみたいです。今のレーダーから行くと、この辺で発生した積乱雲はこちら側へ流れていて、あの暗いところがそうですかね。あの上におそらくこうガーッと立ち上がってると思いますが、ここの真上にもあるんですよね。あそこにも頭が見えてますが、今急成長中の雲ですね。これが真上です。で、東側にもまたありますね。あちらも育ってるみたいですね。さっきちょこっと映ってましたけど、先に行ってる赤いところ、積乱雲があれですね、おそらくね。で、太田方面にあったのがあれですかね。多分あの辺ですね。太田方面で育ってるのがあの辺だと思いますが。おお、これが真上のがすごく見えてきましたね。また飛行機が飛んでますよ。雷様、避けてくださいね。
だいぶゴロゴロが聞こえなくなりましたね。遠くへ行っちゃったみたいです。ん、今なんか光りましたね。一瞬山の陰で光った稲妻がこっちの雲をちらっと照らしたみたいな感じですね。いや、今午後6時半、日没まであと30分。もう暗くなっちゃってこれ以上は撮れないですね、雲の動きは。ビカビカ光ってくれれば稲妻は映りますけど、あとはこの西の方の割れ目からやっぱりちょこっと見えてますね、育ってる雲が。あと涼しい風が吹いてきましたね。かなり涼しい風が吹いてきました。ほら木も随分揺れてます。葉っぱが擦れるさーって音が聞こえてますね。だいぶ暗くなりましたけど、風が、雲が少し流れたら富士山がうっすら、こっちか、うっすら見えてきましたね。西の方は、空気が通ってるってことですね。ああ見えなくなってしまう。夕暮れの富士山、多分すぐ雲で消えちゃいますけどね。ほら風が、頭上の雲は相変わらず動きが速くて、たまに、うわ風が、切れ目があるとその上の積乱雲が覗きますけど全体像は見えませんね。東側にかなり大きなのが育ってる雰囲気ですね。あれから雷が落ちてこの東側にピカッと光るんだと思います。おー、だいぶ風強くなってきましたよ。木がバサバサしてます。1時間前から10分後に雨が降り始めますということで、1時間前から雷雲の動き、ちょっと電波が弱くてデータが結構真っ赤なのでヤバそうなのが来ますね。見上げるともうだいぶ暗いですけど、現在午後6時50分過ぎ、だいぶ暗いですね。もう日没はもうちょいなんだけども、かなり暗いという感じですね。あの映ってる濃いあたりが多分さっき真っ赤だった雷雲のとこだと思うんですけど、逆に西の方はね、さっきも富士山見ましたけど結構雲が晴れていて、このように富士山が、雲海の向こうの富士山みたいになってますよ。綺麗ですね。これ撮っときましょうかね。うん、これ撮っとくことにしましょう。この雲、カメ、うん、違うかな。かなり暗いです。午後7時になりました。
こちら芦子タウンですね。両崖山、天狗山、もう町の明かりが随分ついてますね。この赤いのが足利日赤。おお、なんか頭の上で光った気がする。うわ、やば。オービットが西の方からパリパリ聞こえますね。この後雨を降らせるっていう気流の方から来てる雷雲が今ピカッてなったみたいですね。まだ富士山は見えてます。なんかこっちでパリってなりましたよ今。これがカメラ向けると光らないんだよね。ここで一発ビシッと光ってくれるといいんだけど。稲妻走りますよっていう予測ソフトかなんか誰か作ってくれませんかね。せめて5秒前に分かれば。いやー土砂降りすごい。うわ、ここも雨降ってくるな。もう西の方は明るくなってきましたけどね。ここはまだザーザーガレガからゴロゴロでございます。あ、風がこっちに雨が吹き込んできますね。風が これはダメだ。うん、結局ここかよ。もう流れてます。これは
大岩山西公園に来た嵐は通り過ぎましたが、通り過ぎた雲があちこちで稲妻を発生させています。見えますでしょうか。埼玉方面ですね、こちら。だいぶ光っております。もう雷鳴は聞こえなくなってきましたね。稲妻だけ。天狗山を手前に奥で稲妻が光りまくっています。東の方で光ってたのはだいぶ収まりましたね。だいぶ稲妻も雲の向こうへ行ってしまいましたね。これは雷雲の下は結構落雷の被害出てると思いますね。うおすごい落ちた。走る。落ちてますね。下の町大丈夫でしょうか。竜巻の注意報も出てたんですよね、今日。ここはもう星が出てきました、真上。完全に雷雲は行ってしまいましたね。真上は星になってます。お、また落ちた。おー、あの辺が落ちてますね。ちょうど両替さんの向こうぐらい。音もなく光っているだけですね。さっきから鹿さんが、カモシカさんがその辺を歩いていて、バキ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 音がするんですけど、さっき目が光った2つでしょうね、多分。今はいませんけど、まあ来たらご挨拶しましょう。ししがみちゃん夫婦かな、わからないけど。
朝日に照らされる雲海見て光ってるとか言ってる分には綺麗なんだけど、稲妻はあんまり下の人のこと考えるとね。ちょっとスマホ一式車に置いてきちゃったんで情報がないんですけど、相当ひどいんじゃないかな。あそこ埼玉から都内方面ですかね。ちょっと手持ち録画も大変になってきましたね。こちら足利日赤方面はもう綺麗になっちゃいましたね。空気がむしろ雨で空気が綺麗になってる感じ。まあ、遠くは見えないですけどね。富士山とか秩父方面もまだ雨雲の向こうですけど。東から北にかけてもまだ相当走ってますね。気を抜くと画面が斜めになってしまう。手持ちは大変ですね。光ってますね。今落ちましたね、左側。また落ちた。アシコタウンが手前の光の帯がアシコタウンなんですけど、その奥の方ですね。東の方になるのかな。もう東よりちょっと南寄りですね。落ちた。ビビビビビって光りましたね、今。避雷針とかでね、落ちた電気が地面に逃げちゃってるといいんですけどね。人的、物的被害がないように祈ってます。まあ、ここもね、雷雲の端っこなんで突然雷様が突撃してくる危険はあるんですけどね。まだこんな展望台の何もない先端に突っ立ってると、ちょっとアップで探ってみますか。注目すると光らないっていうのはなぜですかね。両替さんの真後ろあたり、終わってきたかな。うわー、光ってますね。まだまだ光ってますね。ね、雷は横とか上に光るのが綺麗で、それではもう綺麗って言えるんだけど、下に落ちるのはやめてください。
雷様、空で走っていいから地面には影響を与えないでくださいな。手前の山には山霧が出てきましたね。ちょっともやっとしてると思うんですけど、奥が光ってますね。よいしょ。いや、椅子びちゃびちゃか。椅子びちゃびちゃか。椅子じゃなくてテーブルがびちゃびちゃですね。椅子はこれ穴だらけだからあんまり冷たくないけど、いや、肘ついたら肘がびちゃびちゃ。やらかしましたな。うん、飛行機の音がしますね。ちょうど雷雲のところに降りるようになるんじゃないかな。大丈夫かな。なんか飛んでますね、あそこ。飛んでますね、飛行機ですね。今音がしてたやつですかね。これ真ん中に、画面の真ん中に収めてるんだけど、ずっと動いてるんですよ、これ。飛んでるんですからね。ちょっとピントが無念すぎるかな。獅子神ちゃんか。2頭いますね。目がないと全然見えない。目が光ってくれないと見えませんよ。まあね、神様自由ですからね。だいぶ光が弱くなって遠くなってきましたね。どんどん移動してるみたいです。この下でライブコンポジットでも撮ってるんですけど、お、光った。こっちにもあまり映らなくなりましたね。うん、これリアルタイムの時間で撮ってますけど、光が随分減ったのがわかるかなと思います。まあ、雲が出た群馬伊勢崎方面とかそっちでゴロゴロ言うよりも、だいぶこの辺から先、東南方向へ移動してから激しくなってますね、雲が育って。まだ光ってますね。写真も合わせていきますけどね。
なかなかですね。なかなか光ってますね、まだ。こちらのスカイツリーが見える方向はもうほとんど光らなくなりましたね。もっと東方面が今盛んに光ってますね。大坊さんの後ろ、そうするとあの向こうには渡良瀬遊水地とかがある方向ですね。あっちが今盛んに光ってるのは向こうですね。まだ光ってますが、午後9時になりました。もう相当、まあ上見えないでしょうけど、星がもう見えてますね。また飛行機が飛んでますけど、まあ無理ですね。ここに飛んでるんですけど、これ飛行機のライト、北東方向へ飛んでいってますね。音聞こえますか？また飛んでますね。これか、これだ。いやー、暗闇の中でチカチカだけが飛んでいくのを撮るっていうか、ファインダーに収めるのが大変ですね、これ。画角内にピントなんか合ってないですかね、これ。よくわかんないですね。ピントいじってみますか。合ってるんですね、これで。誰か登ってきましたね。知ってる人かな、知らない人かな。あ、また飛行機ですね。これまだ音はしません。結構これはスピード速いですね。午後9時10分まあ光がほぼなくなりましたかね。稲妻の光まだたまに光りますけど、もう空は穏やかになっているように見えます。雲も東の方と南の方に固まっていて、真上は満天の星空になってますね。星の写真も1枚2枚撮ってから帰りましょうか。うおー、光ったー。まだまだ光ってましたね。はい、終了の挨拶など撮ろうと思ってたら、あのすごいの光ったんで、まあもうちょっと粘ってみようと思います。また光ってるし、もうちょっと粘ってみます。こんな時間でも飛行機飛びますね。また次の飛行機が、みんな同じ方向へね、北の方へ飛んできますね。さっきから見てると音が追いかけていきます。これ天狗山ね、両外山。さっきから横に走る稲妻が随分増えてますね、この時間になって。これも写真に撮れてると思うんですけど、なかなか終わりにできないですね。今9時15分。でもね、9時半になったら帰りましょうかね。お腹も空いたしね。あ、また飛行機飛んでますね。あの奥の方にチカチカと。本当この時間によく飛びますね。海渡っていく飛行機ですかね、この時間に出発していって。
はい、じゃあ大岩山西公園から雷雲雷鳴土砂降りからの稲妻と見ていただきました。どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。被害がなければいいんですが。ではまた。カメラにはもうビデオカメラには原因上げたところで映らないんですが、この方向に筑波山があります。で、今稲妻の発火点だか着地点だかがその付近だったらしく、筑波がシルエットで写ってる写真がありますね。こちら、あ、なんか流れた、見えなかった、残念、一瞬流れたんだけど、大きな流れ星が飛びましたね。というわけでした。筑波山が、これ映らないですけどね。この画面の真ん中あたりに筑波山が奥の方にあるんですけど、それが稲妻とともに光って見えましたね。写真で写ってればそちら見ていただきたいと思います。